演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミリーマートコレクションの皮なしコーヒーウインナーと粗挽きウインナーを食べ比べてみたいと思います。こういうふうにそのままでも仕上がれるってことなのでいいですね。ではまずはこちらの皮なしポークウインナーの方から、見た目はあんまり、こっちの方が長いですね、こっちは細い、小さい。開けるのに少々手間取りましたが、いただきます。こちらの皮なしポークインナーは割とあっさりしていて、パクパクパクと食べることができましたね。そして噛んだ瞬間に旨味がしっかり広がってきました。そして一方、こちらのポークソーセージ、粗挽きポークソーセージウインナーは外側のパリッ、皮のパリッとした食感があって、ちょっと長めで歯ごたえがあって、こっちの方がよりウインナーを食べているっていうような気持ちにはなりましたね。自分はちょっと食感がある方が好きなので、こちらの方が美味しかったですね。というわけで、まずこちらをこのちらの点数と、こちらをこちらの点数とさせていただきます。今まで基本的にウインナーって焼くものですが、こうしてそのままで食べるっていうのもまた違った味わいがあっていいですね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。方のアプリの方はクリックをお願いします。